居眠りするにはまだ早いぜ。ジョナサン。30年も先回りしやがって。ジョナサンイングラムか。懐かしいな。エドも元気そうだな。ジョナサン、よく来てくれた。ゆっくりしてってくれ。この通り俺の方は暇を持て余してる。そうだ、ビヨンドでも案内しようか。エド、違うんだ。実は頼みがあってきたんだ。頼み？ああ、助けが欲しい。俺の捜査に協力してくれ。ロレインの夫、徳川製薬の北条健三という男がこのビヨンドで行方不明になっている。俺はロレインの依頼でその北条の消息を追ってるんだ。エド、ジョナサン、すまんが、そういうことなら力にはなれ。エド、ロレインが殺されたんだ、俺の目の前で。何か大きな事件に巻き込まれたに違いないんだ。すまん、ジョナサン。どうしちまったんだよ、エド。いつからそんなふぬけになった。頭を冷やせ、ジョナサン。この一件は我々の担当ではない。ホームの警察に任せるのが一番だ。エド、ジョナサン、BCP で俺たちのことを何て呼ばれてるか知ってるか。ジャンク屋だ。ここはクズしか集まってこん。後がないんだ。昔のエドはどこへ行ったんだ。俺の知ってるあのエドは。ジョナサン、お前の知ってるエドは30歳も若いエドだ。今の俺は違う。守るべき家族もローンもある。年を取れば勇気もなくなる。失敗も恐れる。権力にも屈するようになるんだ。俺はゲイツのように器用ではない。エド、俺はここでこの汚い地下で机にしがみついているのが精一杯だ。今のこの地位もゲイツの情けだ。分かった、それ以上言うな。デカ長、デカ長がやらないんなら私が手伝うわ。メリルがやるって言うんなら僕もその話に乗った。お前たちバカなこと言うな。こんなことが上にバレたら終わりだぞ。終わりって、デカ長、ここがその終わりなんじゃないの。エド、俺は30年の間にいろんなものを失っちまった。ロレインも。だがこれで本当に全てを失っちまったってわけだな。無理を言ったな、エド。じゃあな。なんてこった。あと3年だぞ。あと3年で無事定年だってのに。たく、ジョナサン、表立っては協力できんからな。エド、それから無茶はごめんだぞ。無茶は分かってるさ、エド。心配するな。お前の心配するなが一番心配なんだ。それからメリルにデイブ、お前らこの件には手を出すな。いいな、この件は俺の個人的な問題だ。了解で、課長。手は出さないわ。口は出すけどね。たく。あ、ジョナサン、遅れたがこいつらを紹介しておく。メリルにデイブだ。メリルはホーム生まれのホーム育ち、元ハイテク特殊部隊フォックスハウンドの最後の隊員だ。あのザンジバーランド陥落に参加した。道理で地球なまりがひどいと思った。よろしく、ポリスノーツさん。デイブはビヨンド生まれ、ビヨンド育ちのビヨンズだ。よろしく、ジョナサン。テレストリアルは大歓迎だよ。ホームはいいものな。僕もホームの移住願いを申請中なんだ。よろしく、メリルにデイブ。さて、ジョナサン、どうしよう。とりあえず BCP 内を案内しようか。お前もポリスノーツだったんだ。興味はあるだろう。
それじゃあ BCP 内を案内しようか。いいのか。いいんだよ。お前を一人にする方が心配だ。びっくりするぞ。ここはホームの警察とはかなり違う。さあ、どこへ案内しよう。ここが BCP の正面玄関のロビーだ。大きさを無視すればホームの警察と大差はないはずだ。整然としすぎてるがな。よ、ドクトル先生。エド、わしはビクトルじゃ。いつになったらちゃんと呼んでくれるんじゃ。諦めた方がいい。エドは物覚えが悪いんだ。お、誰じゃね、その人は。ジョナサン、紹介するよ。 BCP の鑑識を担当しているビクトル・ユルゲンス先生だ。よろしく。ジョナサン・イングダムだ。 OLA で探偵をしている。ほう、あんたがあの有名なイングダム飛行士。え若い頃あんたの火星有人飛行の中継をワクワクして見ていたよ。そうか、戻ってきたんじゃな、あんたのホームに。よろしくな。ビクトル、調べてもらいたいものがあるんだが。おお、なんじゃ、それか。あ、これもそうだが、もう一つある。全部見せてみ。
すごい地球なまりだ。安心するよ。ビヨンズは冷徹に話すからな。地球のように流暢なアクセントはない。ここが BCP を支える AP 隊員の部屋だ。時代の最先端を行く主力部署だ。正面にいるのが AP の隊長であり、この BCP の本部長でもあるゲイツ・ベッカーだ。ゲイツか。偉くなったもんだ。30年ぶりだろう、ジョナサン。あいつも変わった。さあ、紹介しよう。ゲイツ、久しぶりだな。ジョナサン・イングラム。ジョナサンじゃないか。いつこっち？ゲイツ、BCP 本部長だって？出世だな。おめでとう。嬉しいよ。いや、みんなのおかげだ。私一人の力ではない。ジョナサン、あの事故の件は、残念だった。あのエンプス事故がなければ、君がこの椅子に座っていたかもしれん。その話はやめてくれ。ま、同じポリスノーツとして大歓迎するよ。どうだ？観光はまだか？いや、観光で来たわけじゃない。で、どうした？実は、ジョナサン。人を探している。名前は北条健三。ビヨンドの徳川製薬社員だ。徳川？三週間前にこのビヨンドから姿を消した。捜査を依頼に来た彼のワイフは地球で殺された。穏やかではないな。本部長、私は、ジョナサン、徳川が絡んでいるとなればことは単純では済まない。悪いが、BCP として公には協力できん。その代わり、江戸を使ってくれていい。徳川に何かあれば最終的には我々が乗り出す。江戸、北条の捜査に全面的に協力してやってくれ。ただし、内密にな。わかりました。恩に着る、ゲイツ。ジョナサン、歓迎はするが、派手にはせんでくれよ。約束してくれ。わかった。迷惑はかけない。しかし、久しぶりだな、まったく。
あの男、どうした？旅はどうだった？ポリスノーツさん。AP だったのか。トニー・レッドウッドだ。AP の爆弾処理を担当してるが、エンプス乗りでは彼の右に出る者はいない。ミスター・ゴダードと呼ばれている。宇宙酔いくらいで参るようじゃ。早くホームのママのところへ帰った方がいいぜ。それともまたスチュワーデスに薬でももらうか。ここはビヨンド。あんたのような古いテレストリアルには厳しいところだ。俺はお前のようにゾンビみたいになるつもりはないがね。ジョナサン、やめろ。相手にするな。そうだエド、この次元装置の仕掛けわかるか。なんだいきなり。あんたホームで爆弾処理班にいたことがあるらしいな。麻薬界入る前のことだ。通常爆弾の設計者は解体されないようにいくつかの安全策を設ける。ここに赤と青のコードがあるだろう。最後のセーフティー装置だ。このどちらかを切断すれば解体できる。俺がセットしたとしたら、これはどっちだと思う？危険の赤か、安全の青か。レッドウッドの、レッド。ドカーン。アウトだ。コロニーに穴が開いたぞ。攻撃的な人間が、常に赤を好むとは限らない。答えは青だ。俺ならいつも青にする。ああ。覚えておくよ。
その加えタバコ、まだやめられないようだな。そんな格好でうろうろしてると逮捕されるぜ。気をつけ。あいにく灰皿が見当たらんのでな。灰皿？灰皿なら空気感あるだろ。感じ悪いやつだな。一度も瞬きしなかった。フローズナーはみんなだ。あれでノーマルらしい。ノーマル？異常だぜ。彼らは目に人工水晶体の眼内レンズを装着してるらしい。視力は常人の2倍はあるって聞いたがな。あいつらが俺たちの子供かもしれんなんてな。心配はいらん。少なくとも俺とジョナサンの精子は使われていないだろう。だろうな。エドが遺伝的に優れてるなんて。お前は宇宙恐怖症だしな。それにしてもエド、ヤツに対しておかしくないか？そうか。ヤツと何かあるのか？フローズナーとは合わないだけだ。おう、ジョナサン、分析結果が出とるぞ。ゴールビーも頑張ってくれた。えらく早いな。当たり前じゃ。ゴールビー。まず、ジョナサンから預かったカプセル剤じゃが。ジョナサン、無駄足だったかもしれん。わざわざビヨンドまで来たようじゃが、4つのカプセルはどれも徳川製薬が扱う新薬じゃ。インドメタシン ZL、 これはインドール誘導体を含む解熱鎮痛剤。次はパラディソン、これはペンゾジアゼジン誘導体を含む精神安定剤。そしてハイファイトミン、これは B12 を含む水溶性ビタミン。最後はフェドレジン、これは塩酸エンドルフィンを使った交感神経興奮性鎮外剤。ビタミン剤、風邪薬、咳止め、精神安定剤。麻薬の一種ではなかったのか。どうやらそうらしいの。これは単なる薬じゃ。それも発売済みのな。なぜ北条はただの薬を大切に持っていたんだ。何か細工があるんじゃないのか。製薬会社の社員なんだろ。カプセルにマイクロフィルムを隠すとか。そうまで言うのなら、これを見てみるんじゃ。四つの薬品の成分と化学組成の分析結果は、数値も何もかも徳川が申請している薬と全く一致する。さらに、あまりよく知られてはおらんが、正規の薬には、すべてその内容薬が何であるかを示す製剤識別コードというものが薬の表面か包装に記号化されて示されているんじゃ。この白い部分のマークが徳川製薬製を示し、その横の数字が薬品名を示しとる。これらのカプセルもこの規定に従い、製剤識別コードの表示と内容が一致する。つまりごく普通に大量流通している薬じゃ。どれも特別な薬ではなく、何の共通性も見出せん。いや、ただどうした。一つ腑に落ちることがある。これを見てくれ。これは
カプセルのコードの拡大画像や。こうして見るとこのマークは確かに徳川製薬の識別コードなんじゃが、見るんじゃ三つ葉葵の上の部分が欠けているじゃろ。今のプリント技術ではこんなミスは起こさん。あ、確かに欠けている。しかもこの欠けている部分が右と左で対になってるんじゃ。4つのうち2つが左の歯が欠け、残り2つは右が欠けている。偶然じゃろうかな。プリントミスでないとすると意図的な印、徳川製薬品の偽物じゃないのか。それにもう一つ、このカプセルは封入式でなくキャップ式を採用している。キャップ式カプセルは半世紀も前に使われなくなってるんじゃ。北条はどうしてこのカプセルを、このカプセルに何があるんだ。そしてこのカプセルのためにロレインも。しかし徳川製薬が関係していることは間違いない。徳川製薬社員の行方不明、不可解な徳川製薬のカプセル。ビクトル、葉の方はどうなんだ。こっちの方はズバリじゃったよ。この葉はブラックポピーの葉じゃ。ブラックポピー、黒消しだ。合成麻薬ナークを作る原料となる。ああ、ニュースで言ってたやつか。そうだ。毎日合成麻薬ナークに関する事件は絶え。やはり麻薬絡みか。ビヨンドにおける消し栽培は何年も前に完全に撲滅したはずだ。これはホームから密輸したものだろう。となると北条は黒消しの密輸に関与していたのか。それが、見てくれ。これは、この葉の断面図じゃ。普通ホームで育った植物からは必ず大気汚染物質が検出されるんじゃ。じゃが、この葉は綺麗なもんじゃ。綺麗すぎる。つまり、地球外で栽培されたものということか。さらに限定を裏付けるウイロイドの一種が検出された。ウイロイド、これがそうじゃ。植物細胞内に感染して増殖する病原体じゃ。しかもこれは5年前にビヨンド内だけで大流行したウイロイド S 型ということは、このビヨンド内のどこかで黒消しが栽培されているということか。密輸ではなく。で、この葉が半分の意味は。それはわからん。切断面から人工的に切断されているのは確かじゃが。ナーク取引の際の割り符かな。さっきの製材コードと関係してるとは思えないか。とにかく北条の失踪にはナークが絡んでる。そしてその舞台になっているのが徳川製薬。ますます厄介だな。これまでにも徳川と麻薬の関係は囁かれていたんだが、上からの圧力もかかってうやむやになっている。数年前に本部長が AP を使って大々的に捜査を続けたが失敗に終わった。それからか、ゲイツに根性がなくなったのは。確証がつかめんことには手を出せん。ジョナサン、この件は思ったより根が深そうだ。下手すれば死人が増えることになる。ともあれ、徳川製薬へ行ってみようぜ。北条の勤めている会社だ。何かわかるだろう。徳川製薬なら案内しよう。ただし慎重に行こう、ジョナサン。徳川製薬なら世話になったからな。酔い止め薬で。他に質問は？
よし、ジョナサン、捜査に出かけよう。BCP 前だ。さあ、捜査に出かけよう。足は？そこに BCP のポリスカーがある。あれで現場へ向かおう。